この動画では折り紙1枚で簡単に折れるこの蝶々の作り方をご紹介していきます。では早速作っていきましょう。用意する折り紙は15センチ四方の折り紙が1枚です。まず表に出したい色の面を上に置いて、縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。折り筋をつけたら、次は下の角をそれぞれ中心に合わせて折ります。角が中心にぴったり合うように折っていきます。次は裏返します。下の角を中心に合わせて折り上げます。そして下の縁がそれぞれ中心にぴったり合うように折り上げていきます。ここがこの中心に合うようにこのように折り上げます。一度裏返します。ここの下の部分を開きます。もう一度裏返します。次は下の縁が上の縁に合うように折り上げます。ここに折り目がついていますが、この折り目で今上にあるここの縁を下に折り下げます。ここの折り目通りに下に折り下げます。次はここの中心で半分に向こう側に半分に折ります。半分に折ったら、次はここの縁がこの折り目に合うように折ります。このように折ります。折り筋をつけたら一度開きます。次はここの上の縁が今つけた折り筋に合うように折り下げます。しっかり折り筋をつけておきます。開きます。そうしたら一度半分に折れているのを軽く広げて、今つけた斜めの折り筋がここについていますが、この折り筋が山折りになるように、そしてこの中心の折り筋が谷折りになるように、このように中割り折りをします。
次はここの左下の角からこのような斜めの線で上の部分を左に折ります。ここの角を起点に斜めに折ってきますが、その時にちょうど中心にここの角がありますが、この角にぴったり合うような斜めの線で折ります。ここの角にぴったり合うように下の角から斜めの線で折る感じです。はい、ここまで折れたら一度裏返します。そして4つの角をそれぞれ少しずつ内側に折っていきます。このように少しずつ内側に折ります。はい、角が折れたら表に返すと、これで蝶々の完成です。最初に見本でお見せしたこの蝶々はこのような模様のついた折り紙で折ったものになります。模様の入った折り紙で折っても可愛い蝶々になると思います。折り紙1枚で簡単にこの可愛い蝶々折れるので、ぜひ皆さん作ってみてください。